起立、気をつけれい、お願いします。着席。どうも、古着塾生徒の軍曹です。今日は手持ちのヴィンテージデニム系アイテム紹介。正直ですね、まあ、僕個人的にはヴィンテージデニムっていうのはそこまで興味が今までありませんでした。まあ、その憧れとして持つものは憧れは持ってはいたんですけど、そこまで正直めちゃくちゃ興味があるか絶対欲しいかって言われたらそうではないんですよ。ただやっぱりその改めてですね、見るとやっぱ色落ちの仕方っていうのがすごいデニム重要だとは思うんですけど、本当にやっぱなんでしょうね、今更かよっていう感じにはなるんですけど、やっぱそのヴィンテージのデニムってすごいなって感じることがあったんで、感じることがあったというか感じたので、ちょっと改めて手持ちのヴィンテージデニム見直してみようかなと思って、ちょっと今日ご紹介させていただこうと思います。よいしょ。まあ別にめちゃくちゃコレクションしてるわけではないんですけど、1点目がこちらですね。まあ僕の大好きなカバーオールの一つなんですけど、オシュコシュ50、60年代、まあそのおそらく50年代から60年代ぐらいに移行する時のものじゃないかなと思うんですけど、カバーオールになります。はい、っていうのがですね、まあタグはですね、そのいわゆるなんかもうちょっと新しいんじゃねっていう感じのタグではありますけど、だいたい50年代になってくると、ここのビゴッシュっていうのが筆記体といいますか、斜めに入って筆記体のような文字になるんですけど、これに関しては違うんですね。ただ当時いろいろ調べてみたんですけど、まあ、そのボタンがその首振りボタンとかであったりとか、このところが首振りボタンなんですけどっていうディティールが、まあ、50年代とかにも見られるっていうこともあって、まあ50、60年代ぐらいじゃないかなと思ってる一着ですね。まあでもこのまたね、全部に言えることなんですけど、やっぱ本当にですね、伝わるこの、まあそれは当たり前だろうっていう理由というかやつかもしれないんですけど、本当に色落ちの仕方が違うんですよ。で縦落ちっていうのがやっぱり現行のその例えば80年代90年代のレギュラー、まあ、もうヴィンテージって言い始めていいとは思うんですけど、あのリーバイスの生地とかの色落ちとやっぱ全然違うんですね。でなんかよく言われるのが、その、まあ、リーバイスに関してはなのか全体に言えるのかはわからないんですけど、あの70年代頃の前半ぐらいまでしかその天然インディゴは使ってないとかって言われるんですけど、まあそれ独特の色落ちなのかはわからないんですけど、やっぱり古いデニムってすごい、なんでしょうね、魅力があるんですよね。例えばこれって結構のっぺり落ち色落ちしてるようなイメージではあると思うんですけど、ここのボタン周りのあたりは出てるんですけど、ね、全体的にのっぺりと色落ちしてるんですけど、それでもなんていうんでしょう、縦落ちっていうのが少し見られるようなところとかですね、やっぱそのなんでしょう、もう比較が最近のデニムっていう風にはなっちゃうんですけど、やっぱり色落ちの仕方って全然違うんですよね。で前これ一回そのピープルゲットレディの田尻さんとも一回ちょっとお話したことがあったんですけど、触った時の生地感ってなんかちょっとしっとりしてる気がするんですよね。なんでしょうねこれ、まあ、僕の勘違いなのかもしれないですけどっていう感じですね。まあ、1着目がまずこの50、60年代かなの押し越しのカバーオールになります。はい、2着目がですね、まあ、つい最近ご紹介させていただいたものにはなるんですけど、まあ、おそらく US アーミーの40年代頃のデニムワークジャケットですね。まあ、こちらも何でしょうね、本当にこれめちゃめちゃ濃い方だとは思うんですよ。ただこの濃い状態でもこの縦落ち感が見られるってなんか不思議なんですよね。まあ割と新しめのデニムばっかり持ってる僕からすると、こんぐらいの色落ちになってくるとやっぱりまだね、まだらというか、その80年代90年代でバーって語彙力ないんですけどなんて言うんでしょう、あのまだらじゃないんですけど、均等に本当に色落ちしてて、なんて言うんでしょうね、ちょっと点々って白いとこが入るような感じの色落ちをすると思うんですよ。ただなんもう本当に全体的に縦落ちっていう魅力がすごいヴィンテージデニムに関してあると思うんですけど、本当に何でしょう、このかっこいい色落ちってやっぱりこういうのがしていくんだろうなっていう雰囲気は
あるんですよね。もうこれに関してはそのさっきの押し越しのみたいにその首振りボタンとかっていうディティールとかもあるんですけど、このメタルボタンですよね、ドーナツボタンかっこよすぎてですね、いやもうこれも本当になんか洗うの怖いんですけど、色落ちさせていったらすごいかっこよくなるんじゃないかなと思う一着ですね。はい、こっちに行くか。これがそのよいしょ70505のビッグEなんですよ。もうボロボロなんですよね、これで。ちっちゃいんですよ、サイズ的には。もうこことか穴とか開いちゃってて。これもね、やっぱり70505、僕、あの、90年、8年代かなのものを持ってるんですけど、全然表情が違うんですよ。なんだろうねって、これって本当思いますね。その天然インディゴだ、どうだかっていうところもあるんでしょうけど、なんだろうね。作り方って基本的に変わってないとは思うんですよ、その織り方といいますか。の中でもその本当に染料、まあその気候とかにもよるっていう話はあるとは思うんですけど、それでもね、不思議ですよね、デニムって。でも魅力、ヴィンテージデニム好きがめちゃめちゃいる理由っていうのも、なんとなくやっぱりこの色落ち生地っていうところがもう本当にメインの理由になってるんだろうなっていうのは本当に思いますね。どうでもいい動画になりそうだなこれ。よいしょ。で次がこちらですね。これはペイデ50年代ぐらいのカバーオール、オーバーオールです。これもね、なんだろうね、伝わるのかな、ちょっと暗いかと思うんですけど、もう言うことが縦落ちとかしかないですよね。いや細かいディティールとかいろいろあるんですけど、それでもですね、なんでこんなに違うんだろうなって思いますよね。くそ見応えのない動画になりそうだ。まあ楽しければいいんですけど、自分が。いやこれもですね、本当にもう古いリペアとかではなくて、おそらくもうビリビリに破れたのを買って前の購入者さんがしたリペアだと思うんですけど、こういうリペアとかもね、雑なリペアがあって最高にかっこいいんですよ。最近オーバーオールあまり着てないんですけど、それでもやっぱり、なんでしょうね、この生地って。まあ本当に、正直現行のプロダクト、リプロダクトものとかでも、わ、これいい色落ちそうだなって思うものがあるんですよ。で、こっちが、おしこしビゴシの40年代頃のカバーオールですね。おしこし大好きで。もうね、なんだろうね。もうこれに関しては、僕、おしこしのボタンがめちゃめちゃ好きっていうのもあるんですけど、このセパレートポケット。まあもちろん古いディティールではあるんですけど、今でもね、リプロダクトとかで出てはいるとは思うんですけど、それでもなんだろうな。やっぱりその正直、なんでしょうね、その生地、色落ちっていうのももちろん大前提あるんですけど、その歴史、古い、もうこれ以上、なんて言うんでしょう、増えることのない、もう40年代、まあもうそもそも80年代とか90年代もそうなんですけど、そこら辺のデニムが今から増えることっていうのはないんでですね、そういった魅力、単純なその価値観っていうのもあるんでしょうけど、それでもやっぱこの触った時の生地感とかっていうのがね、何でしょうね、全部同じってわけではないんでしょうけど、なんか本当に乾ききってないしっとりした感じがするんですよね。でこれが646オレンジタブの70年代の最初ぐらいかな、ビッグEとかじゃないですけどのデニムになります。なんかセルビッチだけが色落ちする、めっちゃいい色落ちするだっていうわけではもちろんないんですよね。正直これもちょっと縦落ちチックなものは見られてて、やっぱね、すごいんですよ。すごいしか言ってないですけど、なんだろうね、もうやっぱ知識がないとここら辺の魅力、本当のこの色落ちの理由とかって語れないと思うんですけど、知識がなくてもでもなんとなく感じるっていうのが本当にあるんですよね。こんな雑な動画ですいません。ただ、そうは言ってもですよ。まあ、例えばなんですけど、これ、持ってきたな、これだよね。これは501の90年代頃の復刻のデニムなんですよ。
で、これに関してもやっぱすごいいい色落ちするんですよね。っていうことは、でこれ復刻でセルビッチじゃないですか。で思うのが、僕もう一個リーバイスのセルビッチって持ってるんですけど、これがリーバイス、これかな、うん、プレミアムの方のやっぱりというか、デニムなんですね、セルビッチ同じの。でもこれがじゃあそういう色落ちしていくかってなって、その雰囲気はまだ感じれないんですよ。なんで、まあ、その何でしたっけ、ホワイトオークの生地を使っているとかいろいろあるとは思うんですけど、本当の何でしょう、じゃあセルビッチだからいいのかっていうと、ムラがあっていいのかっていうと、そうでもない気もしてて、何なんでしょうね。だってこの646に関しては、これ646かですね、セルビッチじゃないんですよ別に。あ、これは違う、復刻か、90年代の復刻、これがそう646のセブンティース、70年代頃のものなんですけど、別にセルビッチじゃないんですよ。これ本物かとかも思ったりはしたんですけど、この感じの、なんだろう、これすげえ不定なって最初思って、ただ黄色のイエローステッシュとかも入ってて結構。なんでですね、なんか、もちろんその理由の一つとしてセルビッチがとか、その染料がと思うんですけど、なんなんでしょうね、結局のところ。だって僕これ、そのジャパンブルージーンズの、まあ別に、ヴィンテージでも何でもない、まあ、ただセルビッチのデニムなんですけど、これもですね、最近、まあ最近というか、子供と遊び行くとか、家族でお出かけするときとか結構履くんですけど、色落ちがですね、してきてですね、当たりとかもちょっと出てきて、これ育てるのすごい今楽しみになってるんですよ。なんで、なんでしょう、ヴィンテージ、もちろん魅力っていうのもありますし、あれなんですけど、こういう現行のリプロダクトというか、そのデニムにこだわって作ってるブランドっていうのも本当に、なんでしょう、このジャパンブルージーンズの仕上がりを見たら本当にいい色落ちするんじゃないかなと思うんですよね。まとまってない話にはなってるんですけど、まあということで、簡単にはなるんですけど、ヴィンテージデニム、自分が持ってるヴィンテージデニムの紹介になります。正直本当に詳しく全然ないんですよ、ディティールとかも、そのちょこちょこっとしか知らない。また取り直しております。あ、そうです。知らないんですよ。そんなにというかですね。もう本当に、なんかイエローステッチがとか、その例えば、リーバイスだったら、そのポケット裏がチェーンステッチだったりとか、そうじゃなかったりとか、いろいろ本当に すごいいろいろあると思うんですけど、詳しくないんですよ。ただ、そういう魅力もありますけど、単純に生地の魅力っていうのはすごいと思いましたね。はい。これ、前後ちゃんと合ってますかね、この途中の鳥まあそんな感じで、ちょっと手持ちのヴィンテージデニムをちょっと紹介させていただきました。まあ、改めてね、本当に今のデニム、まあ本当にさっきも言ったように、何が理由でここまで違うのかっていうのは、なんか本当に誰か本気で調べてらっしゃるんですかね。なんか一回そういうのが本当に分かるんだったら、なんでこんなに違うんだろうっていうのを聞いてみたいですけどね。まあ、てな感じで、はい、今日の動画は以上になります。雑な動画で申し訳ないです。では起立、気をつけれい、ありがとうございました。着席。